決定的な証拠。従業員ならば誰でもアクビーを貨物室に案内することができた。まあそれはそうですよね。分かったことですよね。しかし問題はエレベーターを貨物室に下ろすカードキー。それを持っているのはこの道いじるただ一人。これは決定的な証拠と言っていいのではないかしら。まあ確かに彼女の言ってることはわかる。しかしなあ、従業員ならば誰でもアクビーを貨物室に案内することができた。それは確かだと思いますね。従業員ならば誰でもということは、白音さんや機長もだろうか。バカな質問しないで。機長が操縦席にいない飛行機なんで、オートパイロット的な機種のいない競走馬と同じだわ。このヒゲのようにね。ヒヒンス。なんかちょっと強くなったな、キノコさん。確かに糸のこぎり刑事にも指示を出すのも必要だが、しかしもう一人の CA 白音さんはどうなのだろうか。不そういうだろうと思ったわ。しかし問題はエレベーターを貨物室に下ろすカードキー。それをね、カードキーは盗まれていた可能性がある。そう、それを言いたい。可能性があるなんて曖昧だ。カルマの流れを食い物にあるまじき主張だわ。まあそうか、証拠はないからな。恥を知りなさい。この道一路を指し示している証拠はカードキーだけではない。凶器の貯金箱、そのショーケースを開ける鍵を持っていたのも彼女だけ。そうですね。そして凶器の貯金箱の入っていたショーケースを開ける鍵、その凶器は偽…その口を閉じなさい、三つ切れ石。この凶器は偽物であることを示す証拠はない。もしも偽物だと言うならば、本物の凶器はどこにあるのかしら。わかんないんだよな。わかんないことだけどな。口を開くことはできないよね。当然だわ。貨物室のどこを探しても凶器は見当たらなかったのだから。見当たらなかったな。でもさ、実際そのアクビーさんの、その、メガネの破片みたいなのがあったからさ、どうにかして貯金箱が偽の凶器であることを証明することはできないのか。どうなんでしょうね。だからさ、死体とかを調べればやっぱわかるんじゃないの。鑑識、じゃあ死体。メイ、君は結論を急ぎすぎているようだ。なんですって。まず鑑識からのさ、結果を待とうぜ。科学捜査の何たるものか。科学捜査も大事でしょ。まだ死体の解剖結果が出ていない。被害者の頭の傷と凶器の形の一致も見ずに凶器を断定するのは早いと思うが。そうだよ、それこそまだそれも可能性の段階だと思うんですけど。ヒゲ、ハイス、すぐに警察病院に連絡を取りなさい。解剖結果を聞くのよ。あ、もう出てる。うきゃー、了解したっつ。まあそれ待ちですね。だからとりあえずは。ミツリ現地大変っす。あれ、これは認められちゃったかな。どうしたのだ。まだ解剖は途中だったっすけど、すごいことが分かったっす。報告しなさい。死体には肩から背中にかけて打撲の跡が。そして無知でやられたんじゃないの。あ、無知じゃないか。無知と無知の跡が残るもんな。肩から背中にかけて打撲。それはさ、何、ガンガンぶつけたってこと。なんか、わかんない。車を、イメージですけど、車乗ってる最中に、車の、なんか助手席から、なんか蹴り落とされて、そっからガン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 ってこう、衝撃でいろんなところにぶつかった時に、受けた打撲、みたいな。だから、ここら辺で言うなら、なんかわかんないけど、上から落とされて、落ちた時に、こう、いろんなところに、体ぶつけて、これは犯人がものすごく被害者を恨んでいた証拠っすよ。後頭部じゃ物足りなくて、こうポカポカと何度も殴ったっす。いや、それは不自然じゃないか、逆に。そんな何回もガン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 。いや、それはだって被害者の頭の傷と凶器の形は一致したのか。その調査はまだみたいです。まだなの。役立たず。それはもう警察病院にも向けて言ったのかな、それは。
いやー、どの子さん関係ねえ。だからダメですって。どかんか。あ、これ、あの人だ。何やら騒がしいな。わしの荷物はわしのもんじゃ。いい加減、荷物を返すんじゃ。今、貨物室は捜査中です。少し待っていてください。なら仕方ないの。やっと諦め。あ、こら、こうなったら近づくじゃ。おお、ここは通しません。あ、え、そういうことだ。ああ、なるほどね。やっぱりそうか。やっぱり落ちた時に受けた傷だよね、あれは。これが本当の凶器でないと証明することはできないのだろうか。いや、てか、あの人大丈夫かな。貨物室のどこを探しても凶器は見当たらなかった。つまり凶器ってわけじゃないのか。実際だから落下したんじゃないか、アクビーさんは。だからあんな感じでね、こんな感じで死体には肩から背中にかけて打撲の跡があった。あ、まさにそうだ。やっぱ落ちた感じだよね。そうですね。見つからない凶器。証明することができないか。見つからない凶器。つなげられるか、これ。見つからない凶器。貨物室から本当に凶器と思われるものは見つかってない。密輸と関係してるとかか？とりあえずこれで試してみますけど。違う。まあ、そんな気はしてた。そんな気はしてた。見つからないってことは、じゃあだから、この貨物室そのものが凶器。そういう言い方をしちゃダメですか？ダメだった。もうわかんねえよ。てかまずさ、そうそう、こんな広範囲にわたる打撲で豪遊くんっていうのはちょっとおかしいんじゃないの？それだけは言えるんじゃない？まずよし、犯人は何度も被害者を殴った。だから広い範囲で打撲の跡がついた。果たしてそうだろうか。そうですよね。そんな何回も殴るってちょっとおかしいっすよね。肩から背中にかけての打撲の跡は、それぐらい大きい何かの衝撃を受けたってことだから、肩と背中を同時に攻撃されたものではないか。だとするならば、凶器は貯金箱では小さすぎる。凶器はもっと大きなもの。なんかシルエットが、出たぞ。もっと大きなもの。そして密輸？なのかな？違う。関係はないのか、密輸とは。でもそうなるとこれとこれしかないわけだが。大きいけど、でも貨物室から見つかってないっつうのは。それだけ巨大な、凶器ならばすぐに見つかるはずだ。しかし未だに凶器らしきものは見つからない。そうだ、我々は気づかなかったの。それがあまりにも大きすぎるがゆえに、あ、やっぱだからこの貨物室全体が凶器ということになるんでしょうか。何なんすか？あれは人が飛んだっす。あれ事件だよ、事件が起きたよ。メイ、何だろう、突然に見つけたのだよ。本当の凶器を。いや、あの人のことはどうだっていいのか。まずはあの人助けようよ。人が飛んだっすよ。私たちは今まで気づかないでいたのだ。答えは目の前にあったというのに。怪我してるかもしれないです。一大事っす。イタロコさんだけがまともだ。そのもったいぶる癖、問題あるよ。改めるべきね。そうだよ、無知も一緒だよ。
もういい、あなたも健全な証拠で語ることね。そうそう、つまりは落下したということか。だから二人とも全然聞いてないです。あとに本当の凶器を見せてもらうじゃない。見せるものなどない。だから実際この貨物室そのものが君に見せる凶器などない。バカによるバカのためのバカなんですよ。あ、久々に聞いたそれ。凶器がないですって。いい加減にすることね。もう少し正確に言うと、その凶器は持ち物ではないのか。被害者の本当の死因は、墜落死。被害者は、高所から地面に激突して死亡した。そう、被害者の死因は、墜落死だったのだ。墜落死ですって。そう、これしか考えられないのだ。そうだったのか。まあ、実際今回鑑識入ってないから、鑑識がね、入ればすぐわかることなんだろうけども。被害者には後頭部と背中に打撲の跡があった。この奇妙な怪我の理由を説明するのはそれしかない。事件は飛行機の中で起こったの。もちろんわかっている。飛行機のどこにその高さから墜落できるところが、いや、ついさっき落ちた人いませんでしたっけ？先ほど言った通り、答えは目の前にある。あ、まさか。そう、被害者はこの貨物室の入り口の柵から墜落したのだ。あ、何か言い争いみたいなして、で、ちょっと揉み合った後に落ちちゃったってことなのかな。そうだね。あんな高いところから落ちたら死ぬ。まあ、確かに死ぬかも。なんさ、それじゃあ。しかも、アクビーさんのメガネの破片もあったから、あの辺なんじゃないの？落ちたのは。あんた、死んでるっすか？なんじゃ、想像しに。え、生きてる。ご覧の通りを見つる儀礼地。何？入り口の先から墜落することはできない。あ、あの荷物があるからってこと？あの荷物なんかどかせばいいんじゃないの？あの荷物がど、あ、いや。いや、そう、あの荷物がそもそも実は違う場所にあって、で、そうそうそう、多分そういうことなんじゃないかな。あの人が身を、持って証明してくれたよね。確かに墜落することはできないようだ。今はな。今はですって。もしもこの大きな荷物がなかったら、なかったとしたらどうなっていただろうか。危ないところだったっす。本当だよね。あの人も死んでたよね。確かにその男は今頃、命を落としていたでしょうね。しかし、事実、荷物はそこにある。そんな過程には全く意味がないわ。今は。ある。しかし、ずっとそこにあったとは限らない。その大きな荷物がなかった時間帯があるとでも言うの？あ、そうじゃん。なんだっけ？さ、なんか西方民国に着いた時に、なんか荷物のだけ積み下ろしみたいなのしたんだよね。新しく積んだりとか。その時にこれが積まれた。だから、それが、まだその西方民国着く前に、可能性はある。なんですって。荷物がなかった可能性を示すのは、どれだろう。これかな？スカイマガジン。スカイマガジン。いや、これだけじゃないな。あ、これだこれ。西洋民国の給油。中継地で午前4時から5時まで、貨物の搬入と給油が行われた。あ、完全にこれだって。西洋民国での給油。そう、この飛行機は西洋民国で給油を行っている。その時、貨物の搬入も行われている。もしも、この荷物がその時に積み込まれたものだとするならば、問題の荷物の隣をよく見てほしい。あ、書いてある書いてある。完全に書いてある。そう、これが西洋民国で積み込まれた荷物なので。そういうことだったか。まあ、それならでも、すべてついつま合うんじゃない？もし問題の荷物も一緒に積み込まれたとするならば、ヨーロッパから西洋民国の間、貨物室に問題の荷物は存在しなかったことになる。その間だけはここに生まれるのだ。墜落地に十分な高さが。あなたの推理はまだ仮説に過ぎない。ならば説明してご覧に入れよう。
まずはあの荷物を詳しく調べてみるとするか。よし、分かってきたぞ、いろいろ。そっか、墜落したったのか。荷物どうしよう、どうやって見ればいいんだろう。この辺から、この辺からですか。この辺からじゃあ。なんとも巨大な荷物だな。ここに名札があるっす。アリフレッド像。ありふれた像ってこと？アリフレッド像。その像が事件当時、この場所にあったのかどうかを検証せねばな。じゃあ、早速荷物を調べるっす。え？またボルジニア。ボルジニアだよ。あ、お前、元気だったんだね。いや、元気ですね、あなた。これ、わしの荷物に勝手に手を触れるのは許さんぞ。あ、あなたの荷物だったんだね。わ、びっくりしたっす。この荷物は、ホワイト氏のものだったのか。詳しく聞いてみるとするか。あなた、今回の事件関わりますね、やったら。しかも、なんか、あなたのおかげで墜落死にね、皆さん気づけた節もあるんで。ありがとうございます。ミスターホワイト、この荷物はあなたの。そうじゃ、ヨーロッパから運んできた一品じゃぞ。このアリフレッド像の価値は1000万セントはくだらん。1000万セント。それで大型貨物室があるこの木を選んだのか。超でかそうだもんな。1000万セントっすか。刑事、身近な食べ物で換算するのはやめたまえ。超高いってことだけしかわかんない。一瞬で見抜かれたっす。いずれ源氏が一回り成長したのを肌で感じたっす。伊藤の子さんとね、シンクロするようになりましたね。この刑事は一回りして同じところで足踏みしているようだな。伊藤健二、一銭取って何円ですか。そこからか。ミスターホワイト、この荷物は事件と関係している可能性がある。調べさせていただけないだろうか。いいじゃん、別に調べたって。とても高価な美術品なんじゃ、触らせないぞ。なんでそこでロジックが。あ、ボルジニアの布で、全くもったいないことじゃ。貴重な布を汚しおって。私が汚したわけではない。おそらく犯人の仕業。そうですね、犯人め絶対に許さんぞ。腹渡が桃繰り返るとは。もうもういいぞ。中途半端に覚えてるな、日本のことわざとか。関係ないことわざが混ざったようだ。あー、そうっすね。まあ、いいか。そしたら、もっと何か、他の場所で調べるしかないのか。邪魔だな、この人。これ調べた気するんだけどね。やっぱ変わんないか。そしたら、あー、どうしようかな。メイさんに話聞いてもな。やっぱダメか。あ、じゃあロジックで、あー、な、密輸と、あ、だからさ、やっぱ俺この人密輸と関わってんじゃねえかなと思うんだよね。実は。もしもホワイト氏が密輸に関わってるとしたら、この美術品が西洋民国で積み込まれた可能性が。だからこの人さ、やったら、なんか、調べさせないみたいなね、感じなのかもしれないしね。話を聞いてみる必要がある。よーし、じゃあこっちも。こっちもね。強気でいけますね。あなたひょっとしてミスターホワイト、その美術品なのだが、もしや密輸品なのではないだろうか。そういうね、容疑がかかった方がね、あのこの木に乗ってたらしいんでね。なんじゃと、どういうことじゃ。あなたの美術品、密輸犯罪組織に狙われた可能性が。ああ、そういう可能性か。この人が調べてたのはあくまでもその組織だから、ここに関係者が乗ってるとは限らないのか。なんかこの人が、なんか密輸の組織に関係してるのかと思ってたけど。変な言いがかりつけようって。そんなわけがなかろう。
貨物の預かり証だってここにある。貨物の預かり証？ミスターボイド、そのリスト見せてちょうだい。翻訳しなさい。確かに荷物をヨーロッパで載せたと書いてあるんじゃん。三井レース、残念だ。この書類がある以上、象は確かにヨーロッパで積み込まれているよ。あ、じゃあ西欧民国とかじゃないんだ。元から積まれてたってこと？それでは、この像がなかった時間帯など存在しないということよ。あ、マジで？そうきたか。いや、まだ納得することはできない。自分の目で確認させていただこう。それなら、自分で調べてみるがいいわ。あ、やっぱこれ見たことある。あれだ、さっきの写真のやつだ。これはどこかで見たことがあるような。これがアリフレッド像か。アートの香りをビシバシ感じるっす。なんか呪われそうだぜ。この像は歴史的な価値が高くてのヨーロッパの博物館でのお披露目を終えてこの国での公開が待たれているのじゃ。1000万セントはするらしい。もう少し近くに寄って調べてみる。何かしら痕跡が残っているかも。あ、でもなんかちゃんと箱みたいなのに入ってるんだね。箱っていうかガラスのケースみたいな。これがアリフレッド像か。む、どうしたっすか、ミズリケンチ。この像やはり気になるな。よく調べてみる可能性、調べてみる必要がありそうだ。え？やっぱ何か違うのかな。もうこの時点でもう偽物なのかもしれない。これ。これだと、だって目の色が、これ赤だけど、黄色っぽいしね。黄色っぽくない？これはちょっと、手始めに、やらせていただこう。あの像の瞳、オレンジ色だな。綺麗なオレンジっす。小学校の頃に見た夕焼けを思い出すっす。違うな。いや、確かにこんな夕焼けの、色だったんです。でも、どっちが偽物かわかんないけどね。懐かしいっす。トンボを取ろうと指を回して、気持ち悪くなったあの日々。夕焼けの色ではない。この象の瞳だ。なんであなたが気持ち悪くなってんだよ。それに自分がかかるっていうのはなかなかいないけど。は。ああ、確かに違うっす。そうなんだよ。やっとこの証拠品が役に立ったら。まさかこの象、ミスターホワイト。なんじゃこれでも、わし、忙しい男なんじゃ。お返事だけでもう2秒使ってしまった。これさ、でもさ、1000% するらしいっすよね。でもあなたの、この美術品がもうすでに偽物だったらあなた、もうその時点で損してるよ。アリフレッド像、さぞかし、自慢のものなのだろう。今回のヨーロッパ旅行で最大の戦利品じゃ。わしがなぜこの像を手に入れたのか。最初のきっかけは17年前。無駄に長くなりそうな話です。いやーでもこの人ちょっと、なんか申し訳ないな、なんかショック受けるんじゃない？お悔やみ申し上げねばならないのは心苦しい。なんじゃ、お悔やみ？瞳を見比べていただきたい。そっちのでかい兄ちゃんの方が綺麗じゃな。そういうことじゃない。我々のことではない。この写真に写っている像と、この像の瞳だ。やっぱこの人、節穴だな。なんじゃ、いきなり、どれどれ、お、これはヨーロッパの博物館でお披露目をした時のものじゃな。ヨーロッパの時にお披露目をした時に、その場にアクビーさんもいて写真を撮ってるんだね。じゃあ一応つけてたのかな。荷物を狙うんじゃないかっていうところで、アクビーさんが護衛みたいな意味でついてたのかもしれないですね。お分かりいただけただろうか。この像が真っ赤な偽物であることに。こんなはずは。いやー、この像が偽物であると分かった以上、さらなる調査の必要があるな。西方民国で積まれた証拠がどこかにあるはずだ。もう一つの矛盾に証拠品をつけ、まだ矛盾あんの？そうだね。なんか踏まれてるな。踏まれてない？これは、この像完全に隣の荷物の端の部分を踏んでるっす。あれでも西欧民国のやつは、中継時、そう、西欧民国で積み込まれたやつなんですよ、隣のやつは。
でもそのやつの上にあるってことは、西洋民国のやつが積まれた後にこれが来たっていう証拠になるんじゃない？持ち主にいて、態度がでかいっすね。お主今何か言ったか。しかも、わしの服の裾を踏んでるじゃないか。この服は高いんじゃぞ。ミスターホワイト、部下の無礼を詫びする。伊藤の子さん、なんで踏んでたんだ？何、アワビをどうするんじゃ、わしにくれるのか。まあ、バカはほっといて。これどうやって突きつければいいんだ。しかし俺は、どうやって突きつければいいんでしょうか。じゃあ推理で、一応まあその給油の、給油でいいんだよね多分。給油、あ、どうすればいいんだろうね。あ、でもこれだ、これでいいのかな。これは明らかに矛盾している。これが何だというのか。だからこれが来た後にその上に置いたって感じだもんね。だから後から置かれたんですよ、この荷物は。ただの荷物のベールを踏んでるだけに見えるけど、あ、そんな、そうなんだよ。こんな重なり方をするはずがないのだ。西洋民国で積まれた荷物を、ヨーロッパで砂荷物が踏むことはできない。この荷物は西洋民国から、民国から密輸されたものだったのだ。でもこの貨物の預かり証は、だから西洋民国で本物が降ろされたんじゃない？なぜアクビヒックスは、フライト中にわざわざ貨物室にやってきたのか。密輸の動かぬ証拠を、抑えるためだったとそう考えられる。で、それを、密輸しようとしてるっていうのを抑えて、で、その密輸の犯人に殺された口封じのために。そうかしら。別にフライト中に来る必要などないように思えば、飛行機が着陸してから荷物を調べれば済むのだから。その通りだ。しかし逆なのだよね。空港で、操作できたはずのアクビーがわざわざ貨物室にやってきた。その理由を考えるべきなのだ。仮に空港で偽物を押さえても密輸は行われた後だ。それに真っ先に疑われるのは持ち主だ。荷物のすり替えを証明できる保証はない。つまり貨物の扱い証を偽造している人間がいるということだ。ああ、そういうことか。そもそもか。被害者はこれが密輸されることをあらかじめ知ってたってことですよね。この写真、旅行の記念写真のように見せかけられているが、捜査の資料として取られたものなのだろう。アクビーは密輸の証拠を抑えようとしていた。アクビーは荷物のすり替えが行われる前に、空の貨物室を抑えるつもりだった。あるはずの荷物がないことが分かれば十分だわ。そういうことか。あとは西方民国ですり替えチームを確保して検挙できる。もともと荷物は入れてなかったけど、この像がヨーロッパから西洋民国までの間、貨物室になかったとすれば、その間、ここに生まれるはずだな。墜落死に十分な高さが。鑑識、今すぐアリフレッド像を溶かしなさい。床を徹底的に調べるのよ。急いで。それで明らかになるでしょ。彼も現地、報告いたします。ええ。アリフレッド像があった場所の床から、ルビーノール反応を確認しました。間違いない。ルミノール反応、そこで血が流れた証拠ね。あまり見たくないっす。あの高いところから落ちたのか。どうやら私の推理が裏付けられたようだな。認めざるを得ないよね。犯人は血痕を拭き取ったようだが、犯人はどうやって血痕を拭いたのかしら。拭いた？ああ、ひょっとしてこれですか。このボルジニアの布、わざわざボルジニアの布を使ったのか。こんな高価なやつを。スーツケースから発見されたのはこの血痕を拭いたものだった。ひょっとしたらこの布が高価って分かんなかったのかもしれないね。拭き取っていなければ西方民国で事件が発覚していたでしょうね。荷物を運び入れた業者によって発見されていただろうからな。確かに。ということは事件が起こったのは西方民国に着くよりも前ってことですね。そうなりますね。西洋民国に着くより前ということはですね、
確かその西洋民国で給油が行われていたのが、4時から5時でしょ。4時から5時、5時の点呼の時、アクビー様はまだ客席にいましたわ。いや、この証言怪しくなってこない。4時から5時の間にやったんでしょ。でも5時の点呼の時にアクビーがいたってなるとおかしいな話になってくるんですわ。そうなのか。そうなるとあの人の証言がおかしくなってくる。そうか、この人です。素人若菜、彼女は西洋民国の出発時の天候について証言した。ヒックさんは午前5時に席にいましたよ。この人墓穴を掘ったな。まったく、やっぱああいう喋り方するやつ怪しいと思ってた。鼻から怪しいと思ってたんだよ。天候の時にあくびヒックスは生きていたと。それは明らかにおかしいっす。なぜ彼女はそんな嘘をついたのかしら。犯人だからじゃないですか。詳しく話を聞かなければなるまい。やっと尻尾を明らかにしたな。